滋賀県は今日新たに2667人の感染が確認されたと発表しました。先週の同じ曜日より12人増えていて、滋賀県では18日連続2000人を超えています。また今日は70代から90歳以上の男女合わせて4人の死亡も発表されています。北欧海の戦国武将 阿井長政が信長との決戦が迫る中、領内の寺院に宛てた書状が新たに見つかりました。寺を味方にすることを意図した長政の軍略を示すものと考えられています。長浜市内で今回新たに見つかったこの書状は、阿井長政が現在の長浜市西阿財町にあった大浦黒山寺に宛てたもので、 課税を免除し寺の領地などを保障するという内容です書状に書かれた日付は1570年元気元年11月27日有名な姉川の戦いから半年浅井朝倉連合軍が比叡山周辺に布陣していた滋賀の陣の最中です寺は長政の居城小谷城から比叡山への経路にあり 寺をを味方につけるることとで、兵や食料の補給路を確保すす。狙いがあったとみられます改めて滋賀の陣というものの大きさ、えー、浅井氏の政策というものを考える上で、あで、非常に貴重なものだろうというふうに考えています。この書状は、現在、長浜城歴史博物館で開催中の特別展で、来月5日まで展示されています。 草津市の植物園では、池に浮かぶ巨大な葉っぱに乗るユニークな試乗会が行われました。草津市の水生植物公園、水の森では、およそ250種類のス蓮やハスを栽培していますが、このうち南米のパラグアイオニバスは、葉っぱが大きいものでは直径160センチにもなります。今日はこの巨大な、 パラグアイオニバスの試乗会が行われ子どもたちが池に浮かぶ葉っぱに恐る恐る足を踏み入れていきましたゆゆらゆらして楽子どもたちは保護者らのカメラに向かってポーズを取り笑顔を見せていました。 毎年人気のこのイベント、今年も9月4日までの土日に行われますが、すでに予約はいっぱいだということです。